ブラディミル・ペトロビッチは、セルビアの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。ペトロビッチは1971年にレッドスター、ベオグラードで選手経歴を開始した。16歳でのデビュー以来、ユーゴスラビア・プルバリーが優勝4回と、ユーゴスラビアカップ優勝1回、1979年の UEFA カップ準優勝に貢献。 1983年までの11シーズンの間にリーグ戦通算257試合に出場し49得点を記録した。ペトロビッチはクラブ史上に残る選手としてスベズデナズベズダの一人に選出されている。1982年12月からは国外へ活躍の場を打ちし、イングランドのアーセナル FC へ移籍。 1983年6月にアーセナルを退団すると、ベルギーのロイヤル・アントワープ、スタンダール・リエージュ、フランスのスタッド・ブレスト29、AS ・ナンシーを渡り歩き、1988年に現役を引退した。ユーゴスラビア代表としては、1973年に代表デビューを飾ると、翌1974年の FIFA ワールドカップ、西ドイツ大会と、 1982年の FIFA フフワールドカップスペイン大会に参加するなど国際 A マッチ34試合に出場しご得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、フルスのレッドスターベオグラードのコーチに就任し、1991年には UEFA チャンピオンズカップ1990から91優勝を経験した。1996年に監督へ昇格すると、 ユーゴスラビア FA カップ優勝に導いた。2004年には、セルビアモンテネグロ U-21、代表監督として UEFAU-21、欧州選手権準優勝に導いた。2005年からは、中国の大連実得の監督に就任し、同年の中国長級リーグと中国 FA カップの2冠に導いた。この手腕が評価され、2007年9月14日に、 中国代表監督に就任したが、2010FIFA ワールドカップアジア予選では3次予選敗退に終わり、監督を辞任した。2009年6月2日にレッドスターベオグラードの監督に就任したが、2010年3月21日に行われた FK メタラツゴルニミラノバツ戦後に解任され、同年6月4日、ルーマニアの FC テミショアラの監督に就任した。 ティミショアラとは2年契約を結んでいたが、セルビア代表監督就任のオファーを受けると退団。同年9月15日、セルビア代表の監督に就任した。2011年10月、UEFA 欧州選手権2012予選、敗退の責任を取って辞任した。ありがとうございます。